テント戦は、松本清張の長編推理小説。旅1957年2月号から1958年1月号に、連載され、過失訂正の上、1958年2月に、公文社から単行本が刊行された。後に、電子書籍版も発売されている。福岡市菓子の海岸で発見された男女の上司隊に疑問を持った二人の刑事の事件捜査を、 カッし、カイダブルークロフッツラによって確立されたアリバイ崩しのスタイルを継承したミステリー長編。著者の最初の長編推理小説であり、松本成長ブームを巻き起こした作品である。1958年に、東映系で映画化、また2007年にテレビドラマ化されている。両邸、小雪の女中二人と、東京駅の13番線プラットフォームで、 見送られていた機械工具紹介を経営する安田達夫。この三人は向かいの15番線プラットフォームに同じく小雪で働くおときが男性と夜行特急列車朝風に乗り込むところを見つける。だが数日後、おときとその男、佐山は貸井の海岸で上司隊となって発見された。一見ありふれた上司に見えたが博多のベテラン刑事、 鳥海茂太郎は、佐山が持っていた、社内食堂の伝票から、事件の裏の真相を探るため、数と捜査をすることにする。一方、佐山は、現在社会をにぎわしている、産業建設省の汚職事件の関係者であった。この事件を追っていた本庁の刑事、三原則和は、心中事件を追って、九州へ向かい、鳥海と出会う。捜査の結果、二人は、 東京駅で13番線プラットフォームから15番線プラットフォームが見えるのは1日の中で17時57分から18時1分のわずか4分間しかないことを突き止め安田を容疑者として追求しようとするだが安田には完璧なアリバイがあった東京駅での寝台特急朝風作品が書かれた当時はまだ新幹線が開業しておらず飛行機の利用も 一般的ではなかったため、日本国内の旅行、移動には相当遠距離でも鉄道が用いられていたことと当時の社会状況が反映された内容になっている。また本作を推理小説として見た場合、古くからいくつかの問題点を指摘する見解も出されている。なお、清長が1961年に発表した作品である時間の習俗には、本作と同じく、 三原警部補と取り替え刑事を再登場させている。1958年11月11日公開。制作は、東映東京、配給は東映。DVD 化されている。原作小説では、タッチの差で安田夫妻が侵入してしまい逮捕できなかったことを、三原が後日になって、手紙で取り替えに報告するという結末だが、映画化された本作では、 安田夫妻の心中現場に鳥会も居合わせており、三原と鳥会、二人の苦々しい表情で唐突に終わるという結末になっている。松本成長店と千の題名で、テレビ朝日の開局50周年記念番組として、2007年11月24日と25日に、同局系列で2夜連続で放送した。視聴率は、第1夜が23.8%、 第2夜が23.7%であった。ホームページのおさらいでは物語の結末を明かしている。2009年11月8日には松本成長生誕100年記念特別バージョンとして全校編を再編集し全国ネットでの再放送を行った。2007年の文化庁主催の芸術祭テレビ部門参加作品ともなり審査員からは 推理ドラマの枠組みをはるかに超えた人間ドラマで見るものを圧倒したと評価され、ドラマとしては4年ぶりとなる大賞を受賞した。また2008年に民放連と NHK などで作る国際ドラマフェスティバルイン東京実行委員会が選ぶ第1回東京ドラマアードのグランプリを呼び特別賞も受賞している。1957年の東京駅のホームや福岡、 東京の街並みを細部まで再現したオープンセット、さらには日本各地で昭和30年代の列車を再現してのロケーションが行われた。東京駅のプラットフォームのセットは JR 西日本の協力のもとに宮原総合運転所の敷地内に作られた。スタッフやキャストですら完成度に驚いたという。新宿行きの路面電車のシーンは 昭和28年製の車両が現存する岡山で撮影された。また、同局の土曜ワイド劇場の主役級である小林年次、橋爪伊佐を市原悦子をはじめとした多数のキャスト夫人も話題になった。鳥海を演じたビートたけしは50年前に映画化されて以来初めてドラマ化されただけに偉い気合が入ってすごく面白かったよ。 2007年の主な仕事は、ドラマ、テントセンだと言えるくらい、時間をかけて演じたとコメントしている。鳥海が独断で、東京に行き捜査すること、鳥海や安田の太平洋戦争中のエピソードなど、テレビドラマ版独自の設定が追加されている。また、事件後は、三原が報告に、 博多を訪れたのを最後に鳥海と三原は会うことはなかったとしており、時間の習俗への連続性はなくなっている。なお、再編集版の最後では、鳥海と三原が再び出会うシーンはカットされ、ナレーション並びに解説の石坂浩二が、鳥海と三原がその後会ったかどうか定かではなく、作品にも出会ったかどうかの記述はないと述べた。2019年8月4日には、 テレビ朝日開局60周年夏の傑作戦の第一弾として日曜プライム枠で一本に再編集して放送された主要登場人物警察関係者産業建設省、その他の登場人物ナレーションありがとうございます